よ。私さ、来週東京行くんだ。マジで？なんで？え、あのさ、ケンって覚えてる？あー、あの去年海行った時ナンパしてきたやつ。そう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 。でさ、金いるじゃん。だからアドバイトしよっかなと思って。なんでそんなこと言ってんの？ナミ、学校行くのやだったら働くか。どの子のお母さんが泊まっていいって言ってんだから、ゆりんさん。それを買ったお金はどうしたの？ CD 売ったの。売ったのはそれだけじゃないんでしょう。おい、あんたの子供だからね。ダミー、やったんや。やった。わかった、おっぱい見せるの恥ずかしいんでしょう。別に恥ずかしくないけど。じゃあね。また飲んでんの？12時半だぞ。ん？ちゃんと帰ってきたんだからいいでしょ。ここ引き払わなきゃならない。もうこの家には住みたくないの。30年前なんてね。そりゃすごかったよ。夕食のあたりね、みんな浴衣に着替えておしゃべりしながら街を歩くの。京都からの芸者さんとか小説家とか政治家とか。そのまんまそれで沈んだっちゃったもんだから、うん、その椅子に座ったまんま晴れた日には浮かび上がってくるんだって。なんかそれってさ、小出さんみたいじゃん。誰にも言わないで。言わないよ。やってみる？やだ。ほら、気持ち悪い。私自分の顔嫌い。そんなことないだろう。可愛いと思ってるだろう。ねえ、彼氏ともよくここに来てるんでしょ。何言ってんの。私たち一緒に若かったらよかったのにね。きっといい仲良しになれたのにね。今だって仲良しでしょ。ああ、そうだよね。この頃の若い人はしょうがないわね。もっと強くならなくちゃ。